はい、こんにちは、ブリーデンフィールドスタッフの院長こと杉村範明です。今日は、ボートでメバルを狙っていこうと思っています。ブリーデンから新しくプラグも何種類か、発売予定で、これを使って新たなテクニックとまではいきませんが、こういうメソッドでやってみたらどうですかっていうことがお話できたらいいかなっていうふうに思っています。今日はよろしくお願いします。はい、来た、よいしょ。ベリーとテールと両方ともがっつり食ってます。はい、いただきました。もう楽しい、嬉しい。ポイントにつきました。明るいライトが差し込んでいて、光がまあしっかり海面を照らしているので、明暗が境がしっかり出てるんですね。エギ型のルアーを投入してやってみようかなって思います。ではまず明暗の暗いところに掘り込んで、ゆっくり巻いてきて、ちょん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 、当たりませんね。真ん中の明るいところ、出ませんね。ちょっとまだ日が落ちて時間が早いかな。生ミルクグロウ、光結構差してるんで、まあ反応が出るんじゃないかなってちょっと期待して投げてるんですね。はい、来ました。色変えて一発目ですね。いい食い方してますね。いいよ、ふい。半分に落として、でそこからゆっくり引いてきました。色は生ミルクグローですね。はい、ただ巻き浮かしておく。当たった。ほっとけメソッド。ルアーの位置自体もすごく確認がしやすいんですよね、この色ってね。ほんのりこうボワーっと暗い中で白く見えるので、まあその浮かせて待ってるような時にはちょうどいいかもしれないですね。こうやって LED のしっかり効いてる白色のライト、こういう時ってまあよく効く色ってある程度こう決まってくるんですけど、この生オレンジ、これもいけるんじゃないかなと思うので、暗部に入れてゆっくり引いてきます。当たった。見に来てますね。はい、乗った。よいしょ。はい、違和感なく食い込んでくれてるかな。よいしょよいしょ、来た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 。はい、生オレンジ。今度はそうですね、なんか割と上を意識してる感じが強いので、ハイフロートを使ってみようかなと思ってます。はい、巻いて止めて、巻いて、あ、くっちゃった。あ、くっちゃった。もう楽しい。ビーナッツのハイフロートモデルですね。浮き波紋が綺麗に出るんで、上を意識してるメバルを釣るのにもバッチリだと思いますね。さあ、そしてクリアバナナです。これはフローティングですから、ハイフロートモデルみたいにトップ&ゴーでこう浮かせて波紋っていうのがなかなかちょっと効きにくいパターンかなと思います。
ハイフロート、フローティング、サスペンド、シンキング、まあ、この4つのルアーをレンジを上手に刻みながら使い分けるってことがものすごい大事ですね。はい、来た。よいしょ。この時に鬼合わせしたりするとバレちゃうんで、きちっとね巻き合わせをやるように皆さんしてくださいね。よっ、よいしょ。テクニックとしてはただ巻きです。でスピードを上げすぎないこと、ゆっくり巻くこと。はい、セグロピンクです。ただ巻き、ただ巻き。当たる、当たる、乗らない、くっそー。僕がなー、メバルだったら食っちゃうけどなこの色。はい、いただきました。もうセグロピン、巻きスピードがちょっと調整をしてみたところで、まあ、食ったっていう感じですね。そうそう、再びエギ型ルアーでゆっくり巻いて、上を意識させて、あーあー、めちゃ当たる。はい、いただきました。よいしょ。エビだと思って食べちゃったかな。エギ型ルアー、表層ただ巻きです。エビさん、エビさんだよっといただきました。さあ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 、おー、よいしょ。ベリーとテールと両方ともがっつり食ってます。楽しい、嬉しい。はい、今日使っているルアーはビーナッツのハイフロートとシンキングです。ハイフロートの方はシンカーがなくて浮くタイミング、浮くスピードが非常に速いです。ですから浮き上がった時に波紋がこう綺麗に出てくるっていう特徴があります。そしてシンキングは、藻場についているメバルなどを狙う時にカウントダウンしながら少しずつ沈めていって、レンジを深いところまで探っていくために使おうと思ってます。ビーナッツの新色になります。生ミルクグローって言います。グローですから、真っ暗なところで僕は使っています。そしてこの色は生オレンジです。よく見てください。背中に色が吹いてあるだけなんですけど、角度によってお腹の方にもオレンジが回ってくるように見えるんですね。クリアバナナです。まあ見ての通りすごくアピールしているような色に見えるんですけど、実際これ高温部のナトリウム糖の下なんかで見るともう本当にナチュラルカラーなんですね。セグロピンクです。この大体の特徴は背中がこう真っ黒なんですけれども、実はこれ下から魚が見た時にこの部分でこういう動きをした時にこのリブがすごく明滅がはっきり見えるんですね。ですから何かこう波動となおかつ視覚でスイッチを入れるための最終兵器だと思います。はい、そしてエギ型のプラグです。この水車見てください。まるでエビがこう足を動かしているような姿勢をこう醸し出してくれるんですね。もうメバルもたまらなく口を使ってしまうと思いますし、メバルだけじゃなくてシーバスもガンガン食ってきます。皆さん楽しみにしててください。そして今日使うロッドは、トレバリズムのキャビン606シリーズです。プラグゲームを主体としてやるつもりだったので、カーボンソリッドとカーボンチューブラーを持ってきました。アジングロッドですけど十分強度はあります。とても強いです。70センチクラスのシーバス楽々にリフトできます。ぜひ皆さんこれ使ってみてください。とってもいい竿です。ハイフロートタイプ、浮き波紋が出るような形で、当たりが、まあ、多いような印象があります。さあでこの場合で色の違いでね、なんか変化が出るかと、マットピンク、この色でどういう反応が出るか、レンジをどうやって刻むかっていう問題もあるんですけど、
ルアーの色で全然当たりの出方が違ったりするんですね。反応しませんね。塩が結構澄んでますから違和感を持っちゃってるのかもしれないですね。じゃあ今度はクリアカラーに変えてみましょうか。栗のただ巻き、はい、いました。やっぱり色の差あるんじゃないでしょうか。今日はクリアカラーがいいみたいですね。はい、色の違い大きいです。ですからぜひタックルボックスに1色だけじゃなくて2つ3つ揃えるべきだと思います。はい、ハイフローとト上から光が豪快に差していて影とそうでないところできてます。この際のところ引いてきます。ビーナッツのシンキングタイプです。よいしょ、なんか来た。重い。これ銀色じゃない？ひょっとして。はい、ロッド見てください。ロッド全然余裕です。おい、ビーナッツシンキングモデル。その東京湾でねメバル釣りやりますとどうしてもこの銀色のこの憎いやつが出てきますので、ルアーのロストはね環境破壊にもつながりますので、ちょっとだけファイティングリーダー先っぽの方にねつけてあげるだけで違うと思いますよ。さよなら、ありがとう。ここはちょっと、まあ、光が差してないので、メバル自体があんまり上ずってる感じはないと思うんですよね。シンキングのエギ型プラグですね。はい、さあ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 、おいしいエビが、おいしいエビが来てるよ。よっしゃ、来た。よし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 。サイズはどうだ？そんなでもないか。よいしょ。エギ型プラグ。エビを模してますね。回ります。くる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 。こいつに引かれちゃうのかな。はい、お疲れ様でございました。今日はね、ジョーズガイドサービスさんにお世話になって、ボートメバル楽しみました。ちょっとね風が強かったのでポイントはね全部はなかなか回りきれなかったです。ですけど、まあ、できる範囲風裏の中あの範囲でね安全に楽しめたと思っています。魚たちは割と表層を意識していたみたいなのでやっぱフローティングのミノが良かったように思います。でこれからね数釣りも楽しめますけどサイズが出てきます。尺を超えたメバルものすごい引きますから楽しいですよね。ぜひ皆さんも、プラグででっかい尺メバル狙ってみてください。今日はありがとうございました。